ロシアのガスプロム会社はガス供給のためにベラルーシが彼らに1億6600万ドルの債務を負っていると主張しました。またミンスクが負債を返済する限り2021年の新しい契約について交渉を始める準備ができます。一方ベラルーシのエネルギー省はベラルーシにはガス供給に対する債務がないと述べました。